帰りなさい。ああ、帰りなさい。はい。あの、はい、カプさん、何ですか、それ。そうですね。それ、それ何ですか。私の国の英雄ですよ。あら、あでも和田秀樹さんね、サブレ。あれ今日はあれですよね。あこちらの方が。あ忘れてました。あの分かんない。何でしたっけ。あれ北陸新幹線のね、輝きでしょ。でも僕は詳しくない。輝きかな。間違えてたら。ツイッターで間違えてるって。多分輝きだと思うんだよね。あのまあ先週ね。私帰省してますね。こんだけね、あの新幹線もしてますけど、私は飛行機で帰ってやりました。あら、はい、あら、ね、カムさんのお土産で、お土産で、ね、ですか、あのプレゼントですか。とりあえず、あ、そうです、あのね、これをね、この花鳥風月のユーストリームをご覧の、皆様の前で食べようかなと思っております。はい、感じ悪いですかね。あ、いい、いいですね。まあ、大丈夫です。今日はあれですよ、あの勝った、はい、あの服部選手、あの大阪でですね、試合らしくて、うん、今ちょっと今日欠席ということ で、 そうです、ね、こちらを用意します。あ、なんかあの大阪でジャガイモシチューみたいになってますね。あ、そう、そうですか。白塗りで、なんか、なんて、いいなぁとか、なんか大阪で大暴れしてはるんやろうなと思って。先週ですね、流行ってた先週流行ってびっくりしましたからね、流行りましたね。これあの、これ知ってます？スパイシー Q さんが撮ってくれたらしくて、はい、これ、なんで、なんで、なんですか、これはこの、なんですか、カムさん。2月のね、2月の、大会がですね、終わったばっかりの時の、あの、解放会に満ち溢れてる私のね、あの写真をいつの間にか撮られたっていうですね。おい、困る。よいしょ。来るよいしょ。来るよいしょ。怒り方みたいな感じでね。先週はそんな感じで勝手にですね、服部さんと やらせてもらいました。そう、あのね、もう休むもんじゃねえなと思われてねえ、あれ関係ないっすね。すいません。そういうことで、じゃあ、あ、もう行きますか。行きましょう、行きましょう、行きましょう。じゃあですね、こんな感じでね、本日の、第3回の、シアタープロレス花鳥風月ユーストリーム、スタートしたいと思います。いいジムですよ。なんですかね、オールナイト日本で前回ね、あのスパイシー K さんがね、オールナイト富士って言い間違えた。あー、オールナイト富士になってました。育ちがバレるんじゃないですか。やばい。何見てたんだみたいな。もう一応ですよ、僕は 今日の、ね、今日の、うん、本日のメニューをちょっといろいろ資料がありすぎる。あ、これじゃない。あ、そうです、これ。紹介お願いします。はい、今日のメニューでございましてね、見ますかね。これくらいでいいですか。今日のメニューですね、まず、1本目がですね、勝村政宗選手のタッグについて考えてみた。そしてまた考えちゃう、また考えちゃいます、実行しましょう。で、2つ目がですね、ね、もういない人はね、どんどんいじり倒してやりましょう。服部健太選手の、変遷、変遷ですね。どういった、経緯を取るか。あら、ほじりますね、ほじりますね。もうね、あのね、あの時代のいろんなものをほじくり返してやろうかなと思います。で、その後がですね、締めにですね、シアターブレイス、花鳥風月のポリシーということでですね、まあ、緩めにね、あのポリシー語るんじゃないかということでございますけどね、この3つで、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。いいですね、いいですね、いいですね、メタ的にね。そうですね。もうただ雑談じゃないか。あの、カズさん、勝村選手と正宗選手、アタックになったんですよね、そうですね、4月の18日。今までね、敵対というかね、していた2人がですね、京都を、母御前、なんか仲良くなったんですけど、絵的にかっこいい2人だ、かっこいいですね、絵的にかっこいい2人なんですけど、これでいいね、第1章みたいな感じね。
あ、そうそうそう、はい、あ、これね、このあ、これですね、あ、ありますね、この2名ですね、はいはい、で、このエレキにかっこいい2人をですね、結びつける、鍵になるのがね、パンケーキという、あー、パンケーキ、なんかツイッターで、ツイッターでなんかよく探してますよね、パンケーキ、なんだって、そう、なんか、はい、初めノリでやってんのかなと思ってたらですね、なんかとうとうなんかこんないいお店ありますみたいな感じなんで、ね、話が判定したんで、はい、どうなることかと思ったんですけども、はい、結局あれですかね、話をたどってみるとこの2人パンケーキが好きじゃない、そこは共通点だった、好きじゃなくてこの男子高生とあらパンケーキをそっちです、食べたい2人だったんですね、そこのどんなつながりですか、そこの大枠がこの、ね、うまく噛み合ってのタッグなのか思ってますね、そう思ってですね、カップ噛み合ってたら、どんな結局あのパンケーキじゃなくていいってことですよね、はい、男子高生男子高生ね、ハイスクール的な感じでいらないですね、であればいいんでしたら、うん、青春です、やっぱりハイスクールと言いますとですね、はい、我々の時代含めてですね、はい、ですね、ハイスクールといったらどんなものを思い出してますか、考えてますか、ね、落語の人です、あちょっと若いよ、僕はですね、うん、勝村さんと正宗選手の革命は、はい、革命というか、タッグのイメージはですね、はい、入ってる決め組入ってる決め組でどうですか、ね、だから、一同で、それですね、さちょっとなんか松本選手似てるんじゃないかなってなんか、ね、思っちゃったんですけど、まあまあ、ヤバさ加減は松本さんですね、まあ、例えば勝村選手に、レイズ豪者になってもらうとかとかですね、これ何でしょう、出席をしてました、僕ね、決め組とか実は、ね、実はね、知ってます知ってますね、私、決め組とってなんでこれ、あれですよね、ホニャンコクラブかなんか歌ってました、後ろ指に刺され、あ、刺された組ですね、はい、刺されたですね、で、どうかなって思ったんですけど、まあ、ちょっとこれだとそうなんですよ、お笑い路線になりそうっちゃうから、やっぱり二人に一番いいのはですね、僕、ちょっとあー、ありました、こちら、どうですか、これハイスクールと言ったら、これはね、世代前作見ます、世代、はい、前作見ます、前作見ます、でもこれビーバップハイスクール、どうですか、これ、なんでしょう、トールと中間トールと加藤ヒロシ、加藤ヒロシ、はい、あー、流行りましたね、流行りましたよ、こんな、カンタ君、昔こんな頭で、こんな感じです、うん、今はナチュラルにね、ナチュラルに今は、ガンさん今こっちでしょ、いや、ノブさん、あ、今はガンさんいたたまれないよ、ね、誰でよ、まあまあ、って思ったんです、まあ、でもこれでいいですよ、まあ、どっちがヒロシでどっちが飛ぶかわかんないんですけど、でも、カズヤさん昔こんな感じだったんだ、そうですよね、こんな感じで、やっぱりヒロインがいたじゃないですか。広いね、ニポリン、ニポリンね、京子、あ、京子がね、京子がいまして、はい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 、で、ちょっと待って、これちょっと、これですかね。で、京子さん、京子で、考えました、配役、ヒロインは必要ですよね、やっぱり。でしょうね、勝村選手、正宗選手のタッグに対してヒロインが必要だということで、今、僕ちょっと探してきました、話題の、お、AK と来たらこれどうなんだ、これどうですか、AK と来たら、B 来ほしいですね、あ、B を来ますか、B 来たいですね、いやそこはやっぱり課長不明ですよAK と来たら行っちゃっていいですか、行きましょうか、秋田県、秋田県、お袋さんですか、秋田県、秋田県、秋田県、お会いしたいですか、秋田県はね、お会いしたいですよ、 A
球場が来たこれ勝村さんもすいませんか、すいません、ほんとすいません、勝村さん、マサルネさんと勝村さん、セコンドどうですか、秋田球場こう書いたらね、めっちゃ強そうです、強そうでしょ、強そうです、秋田球場ここまでだったら、なんか、あの来るかみたいな AK 系のね、お客さんが来られる感じでまさか来た、これトラック野郎、これねトラック野郎、すいません、本当まさめが来たんだけど、すいません、本当本当すいません、秋田あの、僕、もうちょっとね、探してみました何で、あの、勝村さん、勝村選手、多分ここ、まあ、この役もいいと思うんですけど、一番合ってる役を考えました、これどうですか、キクリ、キクリ、すいません、青いですね、ほんとすいません、ほんとすいません、キクリ、キクリ、たぶんでもですマサノネ選手、もしかしてマスク取ったらキクリンじゃねえか、そういや、すごい、ほんとすいません、キクリンのあの、偽物もいましたよ、ありましたね、いましたね、あの魚のなんか頭食べられるとかね、そうですね、でも、たぶんでも昔、勝村ですよね、かなり悪かったのは絶対正しい、だから、例えば、1回ぐらい、こんなスタイルで入場してきてもらっちゃう、たぶんね、あの、色眼鏡似合うとか忍者チョーク的な感じで、すいません、大丈夫、ガグランでね、こんなね、ガグランで秋田県もね、スタンも、ね、ああ、そう、そういえばですね、先週流行った言葉、ああ、そう知ってます、知ってます、スタンダードあ、勝村さんから、はい、ちょっと言う、ちょっと言うつぶやきがありますね、ちょっと、行き過ぎ、それ、いいんじゃないみたいな、ああ、いい、うん、前向きに返してくれてる、こんな感じ、そうもうこんな感じ、これ当たりだったの、当たりだった、あ、意外に、意外にいいじゃないですか、たまにね、学ランで、学ランで、もうだ本人のお墨付きが出た、あ、出ましたね、ありがとうございます、超いいじゃないですか、はい、いつか実現、はい、だね、はい、ダメですよ、中途半端に追加したらね、あのこんな感じで拾いますからね、スタンダー、はい、スタンダーこれめっちゃ参加したかった。それ良かったです。でそれですね。まあいろまたまた考えまして、やっぱりあの王道行かなきゃいけないから。行かなきゃダメです。そのやっぱりハイスクールと言ったら、お、大好きです。ああやっぱりこれ大好きです。あの最初のバイクで走る。そうそう。あのこれね。ダーン。スクールスクールを。最高でした、先行よー、それ誰ですか、大木君、大木君って言ってた、大木君、リソボって、それ誰ですか、それ誰ですか、それ誰ですか、リソボちゃんと言ってくんないと、近所のおっさん、近所のおっさんですか、これね、中学校知らない人、知らない人、ドリーノ、ドリーノ、ドリーノ、それが誰ですか、大木君、ちょっと物まねしてみて言ってください、誰で、自暴自棄になってた時、リソップの物まねの、僕できます、リソップの、どうなんだ、あー、でもやばいですよ、これ怒られちゃうかもしれない、あーっていうシーン、ダメですよごめんなさい、すいません、ドリエンをくれよ、どっちもな、リソップ、リソップ新宿にしよ、成功よみたいなね、それは誰ですか、大きいだ、あー、そう、あのいいっすね、青春ですよね、滝沢健二です、ケンジ、ああ、ケンジ、山下真司さんと被っちゃった。スニーカーですね。ああ、そうです。あと、あの男女七人なんとか物語も出てましたよ。あれ出てませんでした。出てましたよね。なんかね、秋とかそういうの。秋だけ。秋だけでしょ。バカですよ。相変わらずバカの。これ今の何ですか。今の流れで秋田。それは何？それはもう男女七人秋田ケンジ。あ、2回は、スタンダー同じことね、受けたら2回言っちゃう、あとですね、あの、忘れてました、ゲストに、あ、そうだゲストにノリノリで喋ってましたね、ゲストにちょっと電話がつながってます、それ撮ってください、今この流れで言うと、ちょっと気の毒なんじゃないですか、気の毒だと思うんですけど、一応ゲスト、カメラそっち持ってる、はい、あれ
こっちがです。混戦してます。混戦してます。混戦してます。ちゃんとこの間ですね、貼ってないんじゃねえかっていう。そうですね。貼ってます。じゃあ、サテライトスタジオのゲストの方、あれ混戦してます。これ貼ってないからね。貼ってない。ちゃんと貼ってください。貼ってます。サテライトスタジオのゲスト、あれ。いい感じ、いい感じ。はいはいはい、てます。サテライトスタジオのゲストの方、あれ、混戦してる。あれ、ゲストの方、はい。あ、僕行っちゃいました。あ、あれ、あ、僕行っちゃいました。もう呼んじゃいましょうか。いやいやいや、もういいですよ、呼んじゃいましょう。打ち合わせ、今飛んじゃいました。はい、飛んじゃいました。呼んじゃいましょう。じゃあ、カンさん、呼び込みお願いします。はい、秋竹城さんで、ね、す。違う違う。見よう。吉井さんです。ハットトリック。すみませんね。お忙しいところ。あ、ネタを、ネタを仕込みすぎです。いや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 、今日、あとハットトリックの。あ、もうちょっと。すみません。はい。これですよ。はい。ハットトリック。よいしょ。ニオさんトリックなんじゃない。あ、ビール。いや、ウーロン茶でございます。ウーロン茶。アイドルはビールの。はいはい、ウーロン茶見てください。僕この間ですね、ハットトリックの衣装を考えたんです。ハットとリュックダジャレでいきました。ハットとリュックで、ハットとリュックって言ったらハットが出ます。僕はリュックは変わんないんですか。あ、そうです。僕リュックは確定なんですか。この絵的にどうなんですか、お二人。なんかちょっとね、ハマっちゃって、なんかノリに乗ってらっしゃるんじゃないかって。そうですね。まあまあ全然ね、悪くない。悪くない。悪くない。まあでもこれは置いといてですね。そうですね。そうですね。皆さん今ですね、勝村選手と正宗選手のタッグのイメージから、なんかいつの間にかスクールウォーズになってまして、スクールウォーズご存知ですか。同世代じゃないんで。同世代じゃない。あれ、同世代じゃない。あまり詳しくはない。あ、キャプテン、ありがとうございます。あ、キュー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 。あ、キュちょっとずれる。名シーンとか、名シーンとか知らないですね、この名シーン。名シーン。これ何、誰が何なのかも全然。あ、分かんない。これ、カブさん、何のシーンでしたっけ、これ。これはね、負けた時ですよね。109対0でね、負けた時だ。誰が、誰が。川浜高校。川浜高校負けて、で、みんなが、この、なんか、俺たちじゃないかよ、みたいな感じになってる時に、滝沢健二が、ぶち切れましたよ。悔しくないの。で、涙に濡れた拳でぶん殴るとこ。そのシーンですね。はい、やっぱり大きい。まだいなかった。いなかった。まだいなかった。その配役考えました。やっぱり一番ベストはですね、これじゃねえ。あ、いい。あ、そうですよね。川島真帆に練習して、地で行く男。校長が刺しに行きましたからね。ガチモンですよ、これ。どうぞ。あ、いいな。で、やっぱりイソップは、イソップは、すみません。そうですね。イソップで。こうなりますよね。そう、どんな絵ですかね、これね。こんな配役。カブさん、登録くださいみたいな。何回トルエンって言うんですかね。危ない、危ない。危ないです。これもありますから。ああ、あれ、よかったよかった。用意が素晴らしいって言うんですね。それでですね、ミオさんですね。やっぱり考えたんですけど、一番この中でね、このラーメン屋さんの弟って人、和田亜希子の弟の配役をやっぱりいろいろ考えた挙句ですね、ちょっとあれ放送事故 で、 そうです、ね、やっぱりこのシーンは、伝説のシーンです。伝説のシーン、本当は悔しかったです。悔しいです。悔しいです。悔しいです。一番の配役はですね、
行きましょうか。せーの。欲しいです。欲しい。何が欲しい。悔しい。欲しい。欲しいです。これあのいい角度です。話題の変わらない選手ですから、ね。話題なんですよ。これもう完全にこのシーンですよね。もうあの言ってますからね。言ってますよね。欲しいです。言ってますよね。これ言ってますよね。明らかに、ね。何を求めてるのか。変わらない選手の世代じゃないと思うんですけど、うまいですよね。欲しいです。でこれ何知ってますか。いや、全然知らないんで。いや見てください、なんかちょっと足りないものがありませんか、まあ、ある程度想像は想像はつきますけど、なんか足りないものが足りないもの、あれ共通点を探す、共通点を探してください。これ引っ張りますよ、ね、あ、なんだろう、なんかあの伝言ゲーム見たくなっちゃうんで、遠くに行くに従っておかしくなっちゃう、ね、あ、すみません、おかしくないです。なんか離れて見てたらかっこいいね。なんてこと言うんですか、ね、でもあれですよ、あの先週ですね、加賀選手テルマエロマイ、あのイケメンじゃねえかってことで、うん、あ似てませんか、はい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 、このタオルのところ、タオルここから下じゃない、ここの部分だよ、似てる、タオルだけです、タオル、タオル気にます、気になりませんでした、あまあ、若干気になりましたね、やっぱりミオさんタオルが欲しかったあ、そういえば、そうですね、バカですよ、バカですよ、タオルでいいのかな、タオル、欲しいです、歯を食いしばれって言って欲しいですって言われてるのこれちょっとおかしい、殴られてまで欲しくないのかな、何が欲しいんだ、何かなタオルよりもうちょっといいもの、これミオさんが勝手に作ったってことですね。すみません、本当ミオさんが申し訳ありません。大変ですね。パンチのあるプロですね。ミオさんも好きだったやつ。で、それですね、あの、イソップ。イソップ。今ですね。今なんかあの、こういう関係の仕事をしてるらしくて。してました。全然。そう、実はそうなんです。アートネイチャーにいるんで、モデルで、かわいさん。そうか。ね、どうですか、こんな感じの素で笑ってますか、ね、どうですか、ね、アートで何でしょうね、面白いですね、なんか配役的には、ね、こんな役ないですよね、芝居の中ではね、でもいいですよね、なんか絵的にこういうポスターに、うん、今度のポスターかな、あ、もうこれちょっと売り込んだら売り採用されるんじゃないですか、あ、そうですね、すごいな、河原さんアドネイチャーね、いいですね、アドネイチャーね、でですね、あの探してたらですね、佐藤さんがさっきから連呼してる好きな AKI 竹城さんもレディースアドネイチャーのモデルやってます、ですからここもモデル河原さんでいいですか、アキさんもこれつけてはるの、母おしゃれ、アキさんもつけてはる、母おしゃれ、カナリさんもおしゃれ、こんな役でいいですかね、こんな感じでした、大丈夫、あと何、スクールウォーズ関係で感じで、あの、知ってました、スクールウォーズの時ニューエミア刺されちゃうね、知らないでしょ、後半結構人がバンバン死んでる、そんな壮絶なストーリーなんだ、そうなんですよ、結構見て岩崎義美が死にました、岩崎義美、そこでですね梅宮シーン、あのやっぱりこれこのなんかあれですよね、いいシーンですよね、似てる選手いました、いました、探しました、いました、ジョシュ・オブライアン、あ、そうですね、見てください、ジョシュ・オブライアン近くにいて、実は一番強い、強い、なんかちょっと似てませんか、そうだから、スクールウォーズをうちでやるとしたら、ラーメン屋さんの店長、そうですね、カブが似合いそうです、でも日本語喋れないんですよ、ダメじゃないですか、だからでも、行ってきます、行ってきます、帰るのに帰れに行ってきますんで、まだね、フィーバーゲームみたいな、すいません、ジョシュさん、大丈夫です、タツニーということでね、こんな感じで、結局ですね、その勝村選手と正部選手の
そのタックが何だ何を言ったか分かんなくなっちゃったんですけど結局ここで欲しいんですよ。こんな感じですか。そんな感じですか。次行きますか。次はですね。はい。何でしょう。そうですね。いやもう、あの度に二王さんを呼んだの。今のところ置いてけぼりな。二王さん。お、三王さん。三王さん来た。三王さん来た。なんか人気とか言われるとちょっとへそ曲がりなんでね、なんかちょっとムカつきますよね。人気とか言われちゃうとなんかもっとなんか悪口とかないですか。三尾さん、三尾さんなんだよこの野郎とか、そういうのが欲しい。三尾さんの裏話とかちょっといろいろツイートしてください。服部の芋芋ってひどい。じゃがいもハットリケンタの変遷ですね。あれですよ。それ僕も知らないです。あ、知らないですか。知らないですか。ハットリケンタの変遷。ジャガイモ時代。ジャガイモ時代。新ジャガイモ時代。新ジャガイモ。新ハットリ君。アイドルですね。これいいですね。この辺からじゃないですか。あの三尾さんが絡んできたそうですね。これが一応ジャガイモ時代。ジャガイモ時代は存じ上げない。あ、知らないですね。ジャガイモ時代はですね。課長列入団された時はですね、はいはい、あれですわ、バスツアーですか。それいいんですか、言っちゃう。あ、ダメですか。あ、まあいいの。あ、いや、バスツアー危険ですけど、ね、あ、危険です。バスツアーやりました。その時に、来られた時、来た時は最初ですけど、うこんな頭ですよ。そう、もう、完全にジャガイモですよ。ジャガイモだし、なんかこれ何ですか、この小学校のやんちゃ小学校のタンクトップみたいな。あ、レスリング、レスリング、タンクトップ。それは怒られる、それは怒られる。ほんとすみません、ほんとすみません、知らない。なんかね、あれでしょ、こうやってこうパチンパチンって。あ、ベニーユキーデみたいな感じ。あ、スパルタイクのね、知ってます、それ。あ、それはジャッキーは好き。ジャッキー、僕知らないよ。あ、なんかありました。悪口です、三尾さん。もっと三尾選手の紹介を。ほら、あら、これ言われるわ。三尾選手紹介来ちゃいますね。どうします、どうします。欲しいです、欲しいです。じゃあ三尾選手ネタを用意してない。三尾選手の、じゃあもうだからプロレスの話はいいでしょ。うん、三尾選手が好きなアイドル。お、アイドルね、これ結構肝ですよ。詳しくないので。詳しくないので。秋田アイドル。秋田県庁、まあ嫌いではない。嫌いではない。すごいな。一番すごいな、すごいな。大人な逃げ方ですね。僕ら世代だったら、それこそあのモーニング娘。とか周りは言ってたんですけど、誰一人分かんないですから、ね。秋田美女だったんですよ、その時代から。秋田美女嫌いではないんですけど。あ、嫌いじゃない。あの、市原悦子さん。おー、テレレーン。そっち系ですか。お友達やでやつ。間違って、違いました。あれ、何でしたっけ。詳しい。いろんな方をこうやって拾えるっていう。じゃあ、まあ、アイドルはじゃあ置いといて、皆さん、じゃあ、何聞きたいですか。何を聞きたいですか。僕、大体、あれなんですよ。人を、判断するときには、仲間か仲間じゃないかっていうときには、UFO を信じるか信じないか。僕の中で高いポイントなんですけど。これは、なかなか。
なかなか悩みどころ。悩みどころですけど。どうですか三浦さん的には UFO か言ってますよ。UFO ですか、信じる信じない。UFO ですか、はい、じゃあ、信じる。あー、いいですね。信じちゃった。信じちゃう。やっぱり信じじゃあないですね。信じてみましょうか。三浦さん、すごいですね。あ、信じちゃってます。正解、正解ではなんですけど、今。UFO ロマンですからね。ロマンですよ。ロマン、バイブル、バイブルが、小さい時からバイブルの恐怖心だったんで。植えつけないで、植えつけないで。木がない。当たる方ですね。木がない。あ、また動いてないわ。あ、そうそう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 。そうそう。木が食べる。知らない。あれ、新聞投げ込まれるんですよ。知ってますか？そうそうそう。新聞投げ込まれて。100日、1冊じゃね、読むと、100日寿命が縮まっちゃう。メリー・ジェーンズ。あれは、あの、お兄さんと弟。あ、弟。弟。弟。星が。星の方で。あれは、漫画だったのは角田。ジローと。ジローね。教師部いいです。教師部読んでた。教師部最後、ハッピーエンド、ハッピーエンドじゃないんですよ。教師部最後、木形玲さんも例になって、新聞配っちゃって。全然三尾さんの紹介になってない。三尾さんは教師部、あ、スポーツ新聞つながりってこといいんじゃない？三尾選手のプロレス的なアイドル、目指すプロレス像は。プレスラーズすげえ、なんかそんな真剣な質問になっちゃう。硬い話、硬いですよね。だってプロレス興味ないですもんね。いやいやいや、何言うの、興味ないもんね。この話だって、美容さん、美容さんだってプロレス全然僕ら興味ないのに、プロレスの話とかされちゃったら膨らましょうがない。どうしていいかわからなくなっちゃいますから、あの、なんか、じゃあなんだ、あ、だからどうしよう、美容さんのそのプロレス、どういうものを目指してるかっていう、ね、そうですね、まあ、アイドルっていうのもそもそもプロレス始めた時から、うん、一応僕の中では他のアスリートに負けないアスリートではいたいっていう、ちょっとね、思ってたりするんですよね。それがこのポーズに現れてます。そう、そうなんだ。そうなんですよね。現れてますよ、このポーズ。いや、でもそうですね、まずやっぱり、もちろんね、アイドルとかそういう部分も大事なんですけど、カムさん、真剣に聞いてないの？誰も聞いてないんですよ。聞いてない、要するにまずスポーツ選手としてね、はい、しっかりと、体も作って、で、やっぱ高いパフォーマンス発揮できて、その上で、うん、いろんな表現力とかがあればいいかなっていう、そんなところです。これで、ね、こんなところでよろしいですか？雑プロレス顔面方がさっと流されましたよ。いやいや、でも本当ね、だもう本当は初参戦の時ですよね。もうその時でもう、あの、カジオフゲスのファンの皆さんのところで掴んだんですよ。僕なんかもうね、もう本当に見てました。そりゃ見るでしょ。そりゃ見るでしょ。すっげえバレだなぁと思って見てて、見てました。あれ、あれですよ、ネタ古いですね。ジャンピングシュート。ジャンピングシュート。あれ、あれもこの石油入れるやつ、ポンプですよね。1990年代だよね。平成初期ぐらい。いや、でもね。バネですね。バネ。そう、バネ。すごいですね。やっぱバネを食生活ですかね。食生活。関係ない。まあでも、あれですね、やっぱり無駄なお肉とかはあれ無駄なお肉、はい、つけないように、つけない、はい、結構ストイックな感じですね。でも意外と甘いものは好きだったりします。あれ、ロールケーキでしょ。最近ロールケーキと笹かまぼこが流行ってる。両極端ですね。バラシ取らないと。三浦さん好きな食べ物。あ、でも僕は割とナッツ類とかよく食べますね。ナッツ類、あの、硬いやつ、いっぱいありますよ、硬いやつ。よくあのカブさんがよくキャバクラで出て落としてそのまま食べ
ピーナッツじゃない。ピーナッツ。硬いやつ。硬いやつ。硬いやつ何でしたっけ？ピスタチオ。ああ、あのピスタチオ。そうそうそう、ピスタチオ。あれ、むけないんですよ。あれね。もう昔ね。むけない、むけない。諦めますよ。銀杏。銀杏を。はいはい。銀杏を。いや、言い方までは作らない。あれ、僕もわかんなくて、ただ火で炙ればいいんだけど、で、ボーッとやったら、途中からパン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 弾いちゃって、パパ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 まあ、すみません、余談で。ナッツ類です。ナッツを食べますね。ナッツとフルーツとか、そんな感じですけど。はい。あと、そこにお菓子。ナッツとフルーツって、完全にキャバクラだよ。キャバクラですか？あ、そこに繋がるんだ。さっきの、指名する感じの。あ、そうですね。そっち系か。アイドル、アイドル、アイドル、アイドル。進めていくという話だったと思いますけど。おかしい。だって今日のあれですよ、ミオさんのタッグパートナーの服部もあのなんか白塗りしてましたよ。大阪で。アイドル路線で行くって言いながら白塗りしてました。これまた時間。ジャマイモシチューみたいな。ってことは、多分もしかしたら2人白塗りで出てくる可能性もある。もうアイドルでも何でもない。色物だよ。あ、うまい。うまい。色物。白塗り。そっち行くんですか？そっち、まあ、その辺は2人を相談で。ですね。大丈夫ね。好きな。別に、あの団体的にはありですね。団体的にはあり。団体的にはあり。でも見たいなっていうのはありますよね。嫌いじゃないです。白塗りして、なんか空中でぴょぴょ跳ねてるんですよ。か面白いですよね。おあ、かっこいい。キョンシュー。あ、そう。キョンシューですね。あキョンシューじゃん。キョンシュー。そうですね。あれ、重いね。いなかったですね。今いないですよ。今、昔いたんですか？今いない。いや、いない。いないんじゃないですかね。早すぎるんじゃないですか。ダメですよ。ダメですよ。ダメですよ。ダメお願いしたら。キョンシーお願いしますよ。お願いします。キョンシー、今日はキョンシーだよ。誰か言ってもらいますか。誰かね、あの、野田さん。大丈夫ですよ。伊藤さんと伊藤パタリに行ってもらって、ああ、適任じゃないですか。僕もやるんで。そうです。でも多分。あ、さりげなく。なんかさらっとさらっとやりそうですよ。あの、そうです。試合で月頭でね、なんかいろいろとやってました。やってました。課長。課長風俗。風俗という形。風俗って言っちゃった。間違えちゃった。普通間違えないですよ。面白いですね。コンパジェットでお願いしますって言うと大丈夫です。ここで服部健太の編成ということで、ここにまあ、あのここからね、そうですね、編成に行ったということで、うん、あのハットトリック美穂さんとのタッグで、うん、まあ、いろいろ、荒らしていきたいと思ってるんですけども、うん、あのオファーお待ちしてます。もうね、ベストタッグですか。あ、もうあれじゃないですか、皆さん。5月の30日、なんと美穂さんと服部選手のバックに、バックというか、バックと言っちゃいけないんでしょうけど、このお二人の入場テーマが、光源氏のスターライト。スターライト。ゲストが、スターライト。あ、これです、これです。あ、もう大丈夫です。ああ、大丈夫、大丈夫。もし、違ったゲストでまあ、こっちのゲストだよ。違う。スターライト。違った意味のスターライト。危ない危ない危ない。スターライト。危ない危ない。本当、本物。本物は。山本さん。はい。これ、すごいですよね。面白いですよね。これ、どこからものかな。こんなことになるとね。これ、タンクですか？あの、タンクタイさん。炭酸で、炭酸でいきますか？すごいな。ローラースケートとか、みおさんどうですか？ああ、子供の頃はちょっと入ってたこともあったかもしれない。おお、あ、しました。なんか、あの、あれですよね、靴になんかついてるとかも、ね、あ、今あります。かかとの。あ、そうそうそう。子供がよく履いてますよね。
たやつがいつかちょっとどっかで服部選手ローラースケートで入ってきてもらっていいですね。服部選手いけますかね、ローラースケート大丈夫でしょ。できるかどうか服部さんちょっとコメントください。大丈夫でしょ。もうアイドルでもなんでもない言われちゃってますよ。アミノイチ厳しいな。厳しいな。アイドル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 、ここでまだアイドルセーブ、アイドルセーブ増やすのアイドル補正。そうで、ローラースケート行きますか。そう、行きましょう。服部選手大丈夫ですかね。ローラースカーまた来ました、メッセージ。またアイドル時代の写真だな。あ、もういいですか。え、どうすか。なんですか、これ。そんなに下ぐらい。ああ、そうですね。これはあの後で。あ、これ後で。まあまあそうですね。そこは大丈夫です。大丈夫。怖いな。怖いな。ツイート怖いな。怖い怖い。皆さん怖いですよ、ツイートって。怖いです。僕が素顔を明かさない理由それですからね。ごめんなさい。本当ね、そういうわけですね。コンビニ行かなきゃいけない。コンビニが行けないってなんだよ。この3人ですね。いいですね。この3人が。ローラースケートで。うん、まあ、頼まなきゃいけない。あ、じゃあまた。またなんかいろいろ大変でしょ。ローラースケートでお願いします。どん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 ハードル高くなっちゃって、最後にはあの全員がバック中でお願いしますとか。なんかなっちゃいます。1個 OK したと思ったら何でもありかもね。本当すみません。すみません。でも、あの、大丈夫ですかね、服部さん、ローラースケート。できます？服部さん。大丈夫です。本当ですか？大丈夫です。なんかローラースケートの振りしたなんか違う感じできそうですね。なんかね。違う感じ。なんか違う。忍者ですからね。あ、忍者です。旅的な。旅的な。あ、水浮くやつ、水浮くやつです。一人だけ水浮くやつです。全然陸上じゃやったと。それでほら、服部選手得意のドロップキックやつ。そうですね。あれ、絵が見えますね。絵が見えます。やらせようとしてる。完全にやらせようとしてるでしょ、もう。お客さんにバカ受けしてる。そうですね。服部さんもそこまで。いや、もう。どんな方に突き抜けてるか分かんないですけど、そんな感じで楽しみですね。もう30ですね。そうですね。ソライブを見てますね。今どんな感じですか。お時間とか大丈夫ですか。今ね、44分だよ。そろそろ終わった方がいいですね。いつもね。で、じゃあ最後にあの課長分増えてる、シアタープレス課長増えてるのポリシー的なものは何なんだと。そうですね。はい、結構みんな、なんですけども、まあ、要するにその地域に根付いた形でもう、共生っていうんですか、一緒に生活していこうっていう中でも、もう生活の一部でありたいなっていうのもありまして、その中で、やっぱりこう、一つの地域に根っこ張ってくる中でですね、いろんなものをこれを伝った、プロモーションであると思うんですけども、同じ、ね、チャンネルのものを、同じこの、まあ、ドラマとか時代とかっていうものを同じスタンスで発信してしまうとやっぱり、面白くないんじゃないかな。課長風月オリジナル、課長風月でしか見れない選手、課長風月でしか見れない試合を求めていきたいなっていうのがありまして、変わったことをやろうとかじゃなくてですね、なんかこう、ちょっと放っておくとですね、ぐちゃぐちゃになっちゃうような、まあ、いわゆるこの選手がこの大会に出てますとか、これ出てますとか、こうですとかってことがありすぎると、なんかこう全てが一元化してしまうのが良くないんじゃないかなって思ってはいるんですよ。ですから、例えばハットトリック、課長風月でしか見れねえよとか、勝村選手、パンケーキ、いや違う。スクールウォーズ、ビバップもう、ここでしか見れないんじゃないかとかっていうものっていうのが一つのこの、特徴というかそうなっていくんじゃないかなと思ってそこを目指したいなっては思ってるんですけど、いかがですかね。大事なことだと思います。
ぜひそういうところに駆け込んで、ちょっとお前ら変わってんじゃねえかとか、ちょっと好き勝手やりすぎねえかとか、そういう批判とかは、嫌いです。僕、アンチ嫌いなんですよ。いや、そうでも好き勝手やってくれたら、褒め言葉ですからね。ポジティブ。ポジティブ。でも、アンチもファンだとか言う方いるじゃん。まあ、もう全然そう思ってないじゃん。アンチ絶対嫌いでしょ。まあまあ、そこはなんで価値観ですからね。そんなのはね。いや、だって嫌じゃないですか。まあまあ、嫌いじゃいいじゃん。自分は悪く自分の好きですけど、言われるの嫌いを。書いてる。そういう感じで、まあ、差し込みながら。どんなのスタンダムね。過去、最後に、ね、皆さんの方から。あれなんと、すごい、今日、この、重大発表。え言っちゃってください。言っちゃっていいです。じゃあ、私、日本シーズから、重大発表をさせていただきます。本日をもってでいいんですか？そうですね。本日をもってでいいと思います。本日をもって、はい、私、花鳥風月さんでお世話になることになりました。ということで、皆さん、ちょっと鳥肌立ちましたね。鳥肌立ちました。はい、僕を見たいなら、花鳥風月。おー、グッ。いい週末だな。いい週末ですね。すごい、もう。いや、かっこいいです。アイドル路線に引き戻、最後の最後で引き戻して。なんか鳥肌立ちました。ちょっとかっこよかったですね。かっこよかった。かっこよかった。このまとめ方をね、相方にもね。相方が白塗りしてますけど、白塗り多分びっくりしますよ。エリカー選手とね、白塗りでラーメンかなんか吹き出してますよ、今多分。パスタ食べた時ラーメンみたいな。服部さん、なんかメッセージください。今、相棒が所属表明しちゃいましたけど、これ言ってないですもんね。まあ言ってない。あ、言ってない。そんなコミュニケーション取れてない。取れてない。知らない。取れてない。これ言葉いらないですもん。次のテーマじゃないですか。この真のね、中には言葉いらない。コミュニケーション取れてないっていうのが次のテーマになる。どれだけ取れてないのかっていうのを、これはもう2人ご一緒にね、出ていただくっていう。あ、面白い。次の会話。会話。ぜひね、はい、お二人で。みたいな、服部健太です。良かったですね。でも前回放送されなかった。放送終わっちゃったら発信しましょう。無念ですね。無念です。じゃあ皆さんいいですか。行きましょう。じゃあどうしましょう。僕は脳天直撃って言った方がいいですか。はい、スパイ C で決めてください。はい、はい、行きます皆さん。脳天直撃スパイ C。